親愛なる皆さんへ。過去にしがみつくということは、自分に対して変わらないという約束をしたことになります。しかし、あなたが未来に目を向けるとき、あなたは創造をします。そして、あなた方は創造主であり、創造する存在なのです。ですから、現時点のあなたの目的は、あなたが見たいと思うものを未来に向けることなのです。この時重要なのは、あなた方の創造力、つまり集合体として、共に共同創造する能力を理解することです。この共同創造する能力によって、あなたは新しいものを築き上げることができるのです。あなた方は今、過去を振り返るためにここにいるのではありません。あなたが最も見たいと望む未来を築くために、今ここにいるのです。そして、新しい年を迎えて、あなたが、全体として、すべてに対して、自由で、平等で、完全なものを築くことに、しっかりと目を向けてください。繰り返しになりますが、それぞれの存在にとって、また全体にとって、重要なことを考慮しながら、その目標に向かって、構築してください。なぜなら、すべては一つであるということを考えないで、みんなのために何かを構築することはできないからです。このようにして、あなた方全員が協力し合うのです。これこそ、あなた方がアセンションと新しい地球のために意図したことなのです。アセンションするためには、皆さんは一緒にアセンションしなければなりません。成功するためには、自由なハートを持たなければなりません。そのために、あなたは、怒りや、恐怖、非難やジャッジを統合して手放さなければなりません。そして、あなたは、他の誰かのことを何も知る必要はないのです。なぜなら、恐れや怒りに満ちた人たちも、自分が弱いと感じているから、だから彼らは、恐れや怒りに満ちているのです。彼らは、自分が望む未来が得られないことを恐れています。そして、彼らは、自分が不平等であることを失うことに恐れているのです。あなた方が想像する未来では、誰もが幸せになるのです。そこに、怒りや恐れはありません。そして、すべての人がお互いに愛し愛され合うのです。また、すべての人が自由を感じることができ、すべての人が、内なる本当の自分という、美しい無限の存在を体現するのです。そして、この未来を実現するために、一人一人が怒りと恐れを手放すことを意識しなければなりません。一人一人が、すべての存在、すべての生き物、そして地球に対して、そして何よりも自分自身に対して、ハートを開かなければならないのです。そして、自分自身を愛することで、他のすべての存在を愛することができるようになります。このような行動によって、あなたが望む、最も住みたいと思う世界は、あなたのものになるのです。皆さんは、これらのことを実行すれば、この一年のうちに、それを達成することができます。私たちは、それを、ぜひ皆さんと、一緒に体験したいと思います。ありがとうございました。私たちは、アークトゥリアンです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。